はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、珍しく量子コンピューティングソフトウェアという題目で、スライドを見ていきたいと思います。で、最近はですね、ちょっと忙しくて講演会も受けづらくなってきたんで、やはりですね、こういった形で動画でスライドを残すっていうことも大事だなと思ってます。で、以前は動画ですね、講演会ですね、やはり非常に、コロナの前から講演会が非常に多くて、年数十回ぐらいですね、量子コンピューターに関する講演会をコツコツしてきたんですけど、最近は社長業ちょっと忙しくてですね、講演会に参加できないというですね、タイミングが増えてきたので、こういった形で YouTube でですね、載せるということを増やしたいと思います。で、本日はですね、量子コンピューティングソフトウェアの業界、非常に早いので、今回ですね、ちょっと別の動画でも出したんですけど、プロダクトアウトという量子コンピューター側の事情と、マーケットインというですね、ビジネス側からのですね、事情が噛み合わないという事例が結構出てきているという状況なので、量子コンピューター業界もですね、いよいよ本格的にビジネス化が始まってきたんじゃないかなと思います。で、そういったところですね、どういったところが噛み合わないのか、そしてどういったところがビジネスになるかというところですね、わかりやすく解説しながら見ていきたいと思います。で、まず最初ですね、簡単に紹介なんですけど、私、港雄一郎と申しまして、ブルーキャット株式会社の代表取締役です。著書は、一番優しい量子コンピューターの教本がインプレスさん、みんなの量子コンピューターが省エイ社さん、そして IBM クォンタムで学ぶ量子コンピューター、Python と Qiskit でプログラミングというので、シュワシステムさんからが本が出ています。もともとはですね、東京大学工学部建築学科を卒業して、株式会社熊健吾建築設計事務所の方に勤務していたんですけども、2009年に独立をしまして、2020年にブルーキャットというですね、株式会社に名称を変更しております。で、もともとはですね、総務省イノベーションというですね、総務省のプログラムに採択いただきまして、2015年ですね、2014年の1期前は落合陽一さんなどが、これに採択されているようなプログラムです。2017年はですね、こちらの成果をもとに内閣インパクトの山本プロジェクトというですね、山本先生の方で、NTT や国立情報学研究所とですね、量子コンピューター関連のプロジェクトのプロジェクトマネージャー補佐を行わさせていただきました。そしてですね、2019年から2021年3年間ですね、文科省先駆けの量子情報領域アドバイザーということで行っております。で、基本的にはですね、ビジネスマンなんで論文は書かないんですけど、2本だけですね、1本だけ書いたことがあって、2019年ですね、物理学分野でトップ8ということで、ネイチャーのサイエンティフィックレポートの方で載っております。あとは最近はですね、アメリカ物理学会の方で発表したりということで、近年もですね、ちょっと論文化はですね、ちょっと本当はあんま時間ないんで厳しいんですけど、ちょっとやる機会が多くなってきたので、今年も増える予定となっております。企業概要です。ブルーキャット株式会社ですね。青い猫なのでドラえもんをベースとしております。資本金は約2億3000万円。所在地はですね、2021年8月1日より東京都渋谷区渋谷の方に移っております。もともとはですね、本郷の方におりました。設立が2008年。事業内容は量子コンピューター、そしてですね、機械学習分野。で、最近は暗号資産やですね、コンピュータグラフィックスなどやってますけど、最近はですね、主流は前の量子コンピューターと機械学習がメインとなってまして、3つ目の暗号資産の方をですね、少し勉強し始めて、イーサリアムの方を行っております。ミッションはですね、人類の解けない問題を解くということをテーマにして、課題解決型のベンチャー企業として活動しております。で、最近のですね、弊社のですね、取り組みっていうのは結構体系的になってきています。これはですね、やはりビジネス企業ですね、としての、非常に分かりやすいビジネスモデル、そして収益化っていうところをですね、真面目に考えなくてはいけないということで、まずですね、弊社の主力商品は BlueCat SDK と呼ばれるオープンソースの量子コンピューターソフトウェア開発キットとなってまして、これはですね、完全弊社オリジナルの SDK ソフトウェア開発キットとなっております。で、近年ですね、こちらをですね、ビジネス化、そして収益化ということで、BlueCat Cloud といって、この SDK をベースとした量子コンピューターと機械学習のクラウドシステムということで、インストール不要でログインするだけで使えるような量子コンピューターのアプリケーション開発環境をクラウド提供するというところで、月額のですね、課金を企業のですね、有料版という形で提供しております。で、個人にはですね、無料版というのを使いますので、企業さんですとか、個人で無料で使っていただくことも可能です。で、最近はですね、Python のプログラミングが必要になるんですけど、プログラミング不要なノーコードのですね、ツールですとか、あとはですね、最近ちょっと内部ベータですね、社内ではもう活用してるんですけど、
まあ、独自トークン、イーサリアムベースの独自トークンを使ったような、ユーティリティトークンと呼ばれるようなものですね。まあ、簡単に言うとポイントシステムのようなものなんですけど、こういったものを開発しております。で、肝心のですね、量子コンピューターのアプリケーションに関しては、まあ、最近はですね、やはり社会実装ですね、というのが非常にですね、重要視されてますので、弊社の方ではですね、東京大学さんの方と、まあ、東京大学量子ソフトウェア寄付講座という形で、東京大学さんと、まあ、企業連合ということで、量子コンピューターの社会実装を行っております。そしてですね、まあ、仕事としてはですね、最近非常に伸びていますのが、まあ、機械学習の受託開発です。こちらは CPU は GPU ベースの機械学習、深層学習の受託となってまして、こういった量子コンピューターの開発ですとか、社会実装の要請というのを受けてですね、現在のコンピューターと量子コンピューターハイブリッドで使うことも多いので、単純に現在のですね、コンピューターを今すぐ使える技術として、こういったですね、量子コンピューターの技術を応用した機械学習受託ということも行っております。で、またですね、弊社クラウドシステムっていうのは、本物の量子コンピューターを動かすということを、まあ、第一に行っています。で、最近はですね、Amazon 社と組むことが多いので、まあ、メディアでもですね、Amazon 社とですね、弊社が、まあ、一緒に出てくることも多いと思われます。で、Amazon 社はですね、フルマネージドの量子コンピューティングサービスということで、Amazon ブラケットというものを提供しております。弊社はですね、Amazon ブラケットが提供しているレイヤーよりも、さらにですね、アプリケーションよりもレイヤーになっているので、こういった形でですね、弊社のクラウドシステムで作ったプログラムをですね、Amazon ブラケット経由で IonQ と呼ばれる最新型のイオントラップ型量子コンピューターというところに投げることがあります。投げます。で、こちらの方はですね、ちょっとお値段が高いんですけど、最新版ということで、弊社の方ではですね、量子コンピューターは常に最新のですね、マシンを使うということを心がけてますので、まあ、最近はですね、量子コンピューターの性能を測るクオンタムボリュームというようなものでは、最近、ハネウェル社ですとか、IonQ のですね、イオントラップ型量子コンピューターというのが世界最高となってますので、まあ、世界最高性能のものを使うということで、イオントラップ型の量子コンピューターをまあ推進しております。またですね、量子コンピューターっていうのは、やはりハードウェアが非常に大事になってくるので、最近ではですね、オープンシリコンクォンタムという形で、次世代のシリコン量子ビットのハードウェア開発っていうのを支援しています。こちらですね、次世代型の小型の量子コンピューターのハードウェア開発となっていまして、まあ、シリコン量子ビットというのはですね、まあ、基本的には量子コンピューターのチップ、そしてそれを制御するですね、CMOS チップ、そして小型の冷凍機ですね、などの、まあ、非常にコンパクトなですね、量子コンピューターというのは開発可能ということで、まあ、非常にですね、先は長いんですけど、こういったですね、シリコン量子ビットの実現に向けて、弊社としても、グループを組んでですね、行っているという状況になっております。まずですね、弊社は世界で11社、Amazon 社の量子コンピューターパートナーということで、全世界ですね、厳選された各エリアからですね、選抜された11社で構成されております。日本からはブルーキャット社とキナシス社が選ばれていまして、これはですね、まあ、かなり厳選されていると思うので、まあ、なかなか増えないと思うんですけど、まあ、こういった量子コンピューター業界ですね、やっぱり、どこの会社と組むか、そしてどういった技術を持っているかというのが非常に大事となっています。またですね、最近は NVIDIA GPU の方でも量子コンピューティングに参入をしています。こちらですね、NVIDIA 社が2021年に発表した GPU Accelerated Quantum Simulation ということで、GPU を使って量子コンピューターのシミュレーションを高速に行いたいというふうにして、新しいアルゴリズムとソフトウェアとなっています。で、こちらですね、まあ、海外のどなたかが作ったんですけど、まあ、量子コンピューターの世界マップということになってます。で、世界ですね、やはりアメリカとカナダが、まあ、大部分のですね、企業を占めてます。そして IBM ですとか、IonQ ですとか、Amazon とかですね、有名企業が占めてるわけですね。そしてカナダ、そして、まあ、その他ですね、イギリス。で、最近よく聞くのがフランスですとか、あと北欧はですね、やはりハードウェアが強い。そしてオーストラリアもハードウェアが強い、などがあります。日本からは、相変わらず、キナシス社とブルーキャット社の2社が選ばれておりまして、世界の勢力図っていうのが、アメリカやカナダ、そしてイギリスに偏っているというのが非常によくわかると思います。弊社の方もですね、まあ、そういった全世界ですね、連携が必要ということで、最近はフランス・パリのですね、クォントファイという量子コンピューターのですね、金融ベンチャー企業と組むことが多くなっていまして、まあ、量子金融のコンテンツなどですね、国内だけで作るのではなくてですね、欧州展開、そして日本展開を含めて、全世界での連携というのを大事にしております。またですね、まあ、最近は、アメリカ物理学会ですね、こういったのも初挑戦なんですけど、まあ、タイやシンガポール国立大学のチームとですね、一緒にアメリカ物理学会で発表ということで、まあ、海外のチームと組むということも非常に増えております。
最近ですね、量子コンピューターの業界で非常に大きな、ニュースになっているのはですね、つい先日8月16日にですね、承認されました、IonQ がですね、量子コンピューター企業として SPAC で株式公開ということで、史上初の量子コンピューター企業のですね、株式公開ということで、時価総額2000億円、そしてキャッシュが600億円というふうになっております。で、これを契機にですね、量子コンピューターのソフトウェアというのはですね、非常に大きなターニングポイントを今迎えております。で、こちらのですね、このテクニカルプログレスアンロックトゥコンタムコマーシャルマーケットということで、コマーシャルマーケットが量子コンピューターにですね、期待するソフトウェアの種類というのがあります。こちら機械学習、そして材料や最適化計算、そして最適化計算や機械学、量子化学計算ですね、というふうになっています。で、こちらを見るとですね、以前はここら辺がですね、その量子コンピューターのメインのターゲットとなるアプリケーションということで、2023年ぐらいですね、がターゲットとして開発がされてたものが、まあ、後ろ倒しになっているという状況になっています。で、これはですね、近年の量子コンピューターの特徴である、そのマーケットイン型、そしてプロダクトアウト型、そしてですね、誤り訂正ですね、まあ、いろんな事情がですね、組み合わさって、こういった量子コンピューターのですね、業界というのは大きなですね、変革と組み直しという時期に来ております。またさらにですね、まあ、量子コンピューター、まあ、非常に冷やさなきゃいけないですとか、まあ、非常に大型であるというふうにして家庭用に持ち込まれないということを言う人もいると思うんですけど、まあ、そうではなくてですね、最近は非常に小型化が進んでます。IonQ は2023年にサーバーラックマウント型のですね、量子コンピューターをリリース予定ということで、2021年はですね、テーブルトップサイズの非常に小型の量子コンピューターを発表しております。またですね、オーストリアですね、では、インスブルック大学とアルパインクォンタムテクノロジーはですね、常温動作する24量子ビット全結合の19インチサーバーラックマウント型のですね、超小型量子コンピューターを開発に成功しております。IonQ もですね、基本的には常温で動きますので、常温動作のですね、超小型量子コンピューターっていうのもですね、2021年段階すでにですね、動作しているものができ始めております。またですね、シリコン量子ビット、と呼ばれる新しいタイプの量子コンピューターも次世代型として非常に小型化が進んでいます。こちらですね、アイルランドに拠点を置いて最近ですね、シリコンバレーをですね、活動しているイコールワンラブというベンチャー企業なんですが、2021年にはですね、デスクトップ型の小型量子コンピューターも発表しております。そしてまたですね、アリスというですね、サーバーラックマウント型の小型量子コンピューターの開発も行っておりまして、現在ですね、数量子ビットですけど、マシンがですね、あるということで、今後デスクトップ型ですね、出してくるというふうなアナウンスもしております。で、またですね、大事なのは誤り訂正というですね、量子コンピューターのエラーを直しながら計算するというタイプになっています。で、こちらですね、2021年にですね、出たものなんですけど、ハネウェルの4トラップ公式を使った、リアライゼーションオブリアルタイムフォートトラントコンタムエラーコレクションということで、リアルタイムにですね、量子誤り訂正を行って、それを複数回やると。で、そうするとですね、対障害性、フォルトトレラントがあるというですね、コンタムエラーコレクションサイクル。実際に現実的にリアルタイムで量子誤り訂正をして、それを複数回繰り返しても、きちっとですね、ちゃんと計算ができるということを発表しております。で、これはですね、実機で動いているということなので、リアライゼーションということで、量子誤り訂正が実機でですね、リアルタイムで動くということを、まあ、開発しているという非常にですね、大きなターニングポイントを迎えております。またですね、2021年はですね、光量子コンピューターの方もかなり進んでいます。で、こちらはですね、2021年は光量子コンピューターアプリケーション開発元年ということで、カナダですね、ザナドゥという会社が開発している光量子コンピューターのチップというのはですね、ここ8量子ビットあるんですけど、このですね、初期版がついにですね、公開されまして、一般の人がですね、クラウド経由で使えるようになりました。で、この光量子コンピューターはですね、今まで紹介されてきたり、ニュースになっているような量子コンピューターとはちょっと計算原理が異なりますので、ソフトウェアの開発がですね、また新規に必要となります。で、中国のですね、中国科学技術大学などは、光量子超越といって、現在のコンピューターで計算するのはですね、難しいような計算を光を使って計算したということを主張しておりまして、こういったですね、光量子コンピューターも2021年、ついにクラウド経由で開発をですね、提供されたということで、非常にですね、盛り上がり始めております。で、中国もですね、量子コンピューターの開発は非常に順調にいってまして、現在24量子ビット、そして2021年にはですね、
64量子ビットをローンチ予定ということで、まあ、非常にですね、米国に負けないような規模での量子コンピューターのですね、大幅開発、そして産業化っていうのが急ピッチで進んでいます。量子コンピューターのマーケットサイズなんですが、ボストンコンサルティンググループで発表されている、その一つはですね、NISQ と呼ばれる量子コンピューターと既存コンピューターのハイブリッド利用の市場です。で次はですね、量子超越時代といって、量子コンピューターの性能がスパコン量がというふうにして、量子コンピューターを単体で使ってですね、アプリケーションを作っていこうというですね、全く違う時代が来ます。そして3番目はですね、汎用量子マシンといって、量子コンピューターが完成して市場が爆発的に拡大というふうになっています。ただですね、これは現在ですね、かなり前倒しになっています。でどこが前倒しになっているかというと、現在ですね、実際にですね、NISQ と呼ばれるエラーありの小規模量子コンピューターをハイブリッドでですね、産業利用するというところからは、すでにですね、移行して、この次のですね、量子コンピューターの性能がスパコンを凌駕し、量子超越として、量子コンピューター単体でですね、アプリケーションを探索するという時代にもう入っております。なので、通常はですね、このリスク自体が2020年から2024年ぐらいまでですね、続くと言われてたんですけど、これがですね、かなり前倒しになっていて、この量子超越自体がですね、2024年とか2025年ぐらいが想定されていたんですが、2021年段階では、まあ、最先端企業のベンチャー企業では、もうすでにですね、この量子コンピューターの性能がスパコンを凌駕するような、量子超越時代におけるその市場規模に入っております。またですね、ボストンコンサルティンググループ、このレポートは2019年に発表されたものなんですが、当時ですね、このですね、汎用マシンのですね、完成時期っていうのは、おそらく2050年ぐらいが想定されていました。ただ、2021年に出たですね、最新のレポートでは、ここがですね、10年、20年前倒しになって2040年となっております。これはですね、現在の量子コンピューターにですね、市場に対する大幅投資、そしてハードウェアのですね、開発の速度がですね、考慮された上で、ここら辺がですね、考慮されて前倒しになっております。国内マーケットサイズはですね、これは矢野経済研究所さん調べなんですが、2020年で62億、そして2030年で2300億円市場ということで、こちらはですね、日本国内も大きくしていかなきゃいけないかなと思います。で、こちらですね、最新のレポートです。ボストンコンサルティンググループから出されている量子コンピューターに関する最新レポートなんですが、2011年から2021年までの量子コンピューターに対する、投資額の推移を出しています。で、2020年はですね、総計で、これはですね、ミリオンダラーなんで、だいたい億円に直せばいいんですけど、だいたいですね、700億円ぐらいのですね、金額が量子コンピューターに提供されていて、そのうちですね、550億円ぐらいが、ハードウェアに提供されていて、残りがソフトウェアとなっています。で、2021年段階ですね、これですね、予測なんですけど、だいたい800億円ぐらいと、850億円ぐらいが想定されてたんですけど、実はですね、これはすでにですね、2021年の上半期だけで、このですね、数字をすでに超えております。なので、量子コンピューターに対するですね、ソフトウェアとハードウェアの投資金額っていうのは、今、指数増大しているという状況になっていて、このですね、予測の数字をですね、はるかに超えた数字で、今ですね、投資が加速しております。で、まあ、よく量子コンピューターですね、言われる2048ビット RS 暗号を解かれるんじゃないかということなんですけど、現状のですね、ソフトウェアの技術では8時間で解かれるということが分かっていまして、ソフトウェア自体は現状のですね、技術で作成可能なんですが、ハードウェアが登場していません。で、これに対する対策は量子コンピューター暗号などですね、その量子コンピューターに強い暗号などを実装するということで、対策が取り始まっています。で、具体的にソフトウェアに関して説明していきたいと思います。で、今回ですね、量子コンピューターの種類、2種類に分けております。一つは量子ビットタイプ、空間にビットを固定しているという、こういう粒のですね、状態です。もう一つは量子モードタイプですね。これは空間にビットが固定されてなくて、空間を飛び回ってですね、波の性質を持っているというタイプになります。で、量子ビットタイプ、以前は資料の中では超伝導タイプ、Google や IBM やリゲッティ、イオントラップタイプ、IonQ、ハネルや AQT が取り掛かっていると。そして、シリコン量子ビット、インテルや SQCI イコール1が取り掛かっているというふうに紹介したんですが、まあ、最近、米国ですとか、ヨーロッパを中心に、まあ、出始めているのが、冷却原子タイプと呼ばれるイオントラップに近いタイプなんですけど、冷却原子ですね、空中にまたですね、原子をですね、トラップして、まあ、計算するというですね、コールドクォンタ、アメリカのコールドクォンタやアトムコンピューティング、そしてフランスのパスカルなどが行っているような方式になっています。
現状ですね、クラウドサービスとして一般の人がですね、使えるのは、この超伝導方式、そして4トラップ方式、そしてこの光量子コンピューターですね。光量子コンピューターは2021年の8月にですね、トロントのザナドゥから提供が開始され、ついにですね、一般の人が使えるようになりました。で、ちょっと、説明忘れましたけど、この左側の4方式、そして右側の1方式は、ここでですね、分けているのは計算原理が違いますので、使うソフトウェアが違います。この左の4つは使うソフトウェア共通です。量子コンピューターはですね、現状クラウド4強になっていまして、この4社ですね、ほぼですね、世界のシェアを握っています。一つが IBM 社、2017年にローンチ。ハードウェアはですね、IBM が独自開発した IBM のハードウェアを使っていて、プラットフォームは IBM クラウド。SDK と呼ばれる量子コンピューターのソフトウェア開発キットは KISS キットを使っていて、まあ、先行してユーザーコミュニティが大きい、一番有名なタイプです。次にですね、今猛追しているのが Amazon 社でして、ローンチが2020年。ハードウェアは、イオントラップの Ion-Q、超伝導のリゲッティ、そして超伝導アニーリングの D-Wave を使い分けることができます。プラットフォームは AWS、SDK はブラケット。強みはですね、Amazon は、クラウドサービス世界第1位の規模を誇ってますんで、こういったですね、AWS が持つクラウドサービスとの連携というのを強みとしております。次に参入しているのがマイクロソフト社ですね。2021年予定ですけど、本ローンチはまだです。ハネウェル、Ion-Q などのイオントラップ方式を中心に提供しています。Azure のプラットフォームは世界のですね、クラウド第2位。SDK は Q#。強みは Windows のユーザーコミュニティとなっています。そしてですね、遅れて Google の方は2021年予定となっていますけど、一部ですね、実は提供が開始されています。Google が提供するのは、Google が独自開発したチップ、そして Ion-Q の4トラップ、AQT の4トラップ、そして Pascal の冷却原子となっています。プラットフォームは世界ですね、クラウド第4位の Google クラウドプラットフォーム、そして SDK は SAC。強みはですね、TensorFlow などの機械学習フレームワークとの連携ということで、Google はですね、開発するチームの名前が Quantum AI Lab となっていて、開発している拠点の名前は Quantum AI Campus となっていますので、常にですね、機械学習との連携というのを強みとしております。で、特にですね、今までのですね、特徴は IBM 社のように、自社でハードウェアを開発して、自社でプラットフォームを提供、自社でソフトウェア提供というのが強かったんですが、例えばリゲッティや D-Wave などもそのタイプです。ただ、近年のですね、特徴はそうではなくて、やはりですね、パブリッククラウドサービスと歩調を合わせるように、複数のハードウェアを選んでですね、クラウドサービス上で使えるというような自由度の高いサービスの設計が目立つようになってきています。これは Amazon 社、Microsoft 社、Google 社に共通することです。で、特にですね、Google が面白いのは、Google は自社開発した超伝導量子ビットのチップよりも先に、Ion-Q の提供を先に始めたというタイプです。なので、Google はですね、自社の超伝導にこだわることなく、いろんな会社のですね、サービスを提供して、きちっとですね、クラウドプラットフォームを成長させるという戦略を、Amazon や Microsoft や Google などのですね、クラウドサービスが強い企業というのは取り掛かっておるというのが特徴になっています。で、量子コンピューターはですね、4ステップで開発を行います。開発環境を整っていております。一つは、手元の PC などですね、行う量子プログラミングとなっています。で、この作ったプログラミングをですね、シミュレーターでテストをすることができて、これも手元の PC などでできます。で、こちらですね、ツールをダウンロードしたり、クラウドサービスを使ったりということで行うことができます。次にですね、ここでテストが終わったら、量子コンピューターの実機にインターネット経由で接続をします。これはクラウド契約が必要となっています。そして、戻ってきたですね、結果を手元の PC で後処理をして、アプリにですね、やるというふうにして、こういったですね、4段階での開発をしています。弊社はですね、ブルーキャットは、このですね、すべてのこの環境を提供するという企業となっております。で、環境のですね、開発環境は Python と呼ばれる言語がですね、基本となっています。で、Jupyter Notebook というですね、こういったですね、ノートブック型ですね、ファイルが羅列してあって、ここでですね、記述をするタイプというのがクラウドサービスの基本で、ここは各社大体同じです。で、弊社もですね、from ブルーキャット、import socket と、いきなりですね、起動して、インストールなしに from ブルーキャット、import socket と書き始めてプログラミングができます。プログラミングはですね、サーキット、これは初期化ですね、これは必ず必要です。この H0、CX01 というのはですね、ここがですね、プログラミングに対応しています。この H というですね、アルファベットが量子ゲートと呼ばれる演算に対応し、この括弧の中の数字が量子ビットと呼ばれる量子コンピューターのビットの何番目を使うかという番号になります。
で、2個ある場合はですね、2量子ビットゲートといって2個使う場合もありますし、1量子ビットゲートといって1個使う場合があります。そしてですね、計算が終わった後は測定をします。測定というのは量子コンピューターの計算結果を取り出すための作業となります。そして、ランショッツイコール100と書いてあるんですけど、量子コンピューターはですね、回を確率的に求めるものなので、ショットをですね、100回というふうにして、計算のですね、回数を規定するように定めます。で、この回路はですね、量子もつれ回路という有名な回路ですので、00が57回、11が43回と、まあ、こんなふうにして計算結果を取り出すことができます。で、最近はですね、プログラミング不要のものも出始めているというふうにして、裾野を広げるようなツールも登場していますというふうにして自分で紹介してますけど、これは勝手にですね、うちが開発しているものです。これはですね、ブルーキャットのオート QML といって、これまでですね、Python のプログラミングが必要だったものが、まあ、ちょっとちょこちょこっと書いてボタンを押すだけで、こういうふうにチャートも出して、こういった最適化のステップも出して、こういった解いている問題も可視化してくれるような、全部全自動でやってくれるようなプログラムを作っています。で、こちらですね、まあ勝手に作って勝手に発表してるんですけど、まあ、アメリカのですね、本場の IonQ からはベリークールワークということで、まあ、IonQ ですからもですね、まあ、絶賛されているというふうにして、まあ、非常に使いやすいツールで、まあ、全世界的にはですね、非常に競争力のある、まあ、非常にですね、珍しいツールとなっていて、まあ、これを発表してからですね、まあ、全世界の研究者や全世界のですね、ベンチャーキャピタルからお問い合わせが来るようになってしまうというふうな状況です。こういうふうにしてですね、量子コンピューター業界はですね、まだまだ全世界に向けて、こういったビジネスチャンスっていうのがですね、非常に多く潜んでますので、まあ、みんなでやってみましょう。で、次がですね、量子コンピューターのソフトウェアなんですけど、2021年はですね、非常にソフトウェアをですね、勉強するには大変なんですけど、時期的にはちょうどいい時期になります。で、大事なのがですね、NISQ と呼ばれるノイジーインターミディテスケールコンタムと呼ばれるタイプのキーワード、そして FTQC というポートトレアントコンタムコンピューターと、この2つのですね、キーワードが非常に大事になってきます。NISQ はですね、ノイズがある小さな量子コンピューター、そして FTQC はノイズがない誤り訂正された量子コンピューターですね。上はちょっと荒削り、下は理想的な量子コンピューターに近いものを想定しています。で、1985年はですね、この理想的な量子コンピューターが開発されました。そしてハードウェアないんで、想像の上で計算でですね、量子コンピューターがあったらこんなもんできるんじゃないかなということで、量子位相推定と呼ばれる暗号や量子化学に使われるアルゴリズム、量子振幅増幅と呼ばれる検索に使われるアルゴリズムっていうのが開発されました。で、ちょっとおまけでですね、時間発展というのを載せております。で、次はですね、いきなりはいかなくて、量子アニーリングと呼ばれるカナダの DEM という会社が組み合わせ最適化モードに特化した別方式をですね、開発しまして、これは2012年出てきてます。で、それからですね、本ちゃんのですね、量子コンピューターの方も開発が過熱しまして、NISQ と呼ばれですね、量子コンピューターの中でもノイズがあるんだけど小さな量子コンピューターというのは2015年ぐらいからですね、その開発が加熱しています。この時はですね、使うのは量子古典ハイブリッド計算といって、この量子コンピューター自体は小さくてノイズが多い、エラーを間違いやすいので、量子コンピューターと普通のコンピューターをハイブリッドで使うということによって、計算をですね、確からしさを高くすると、計算の精度を高めるためにハイブリッド方式が主流となっています。で、この時のですね、ハードウェア開発では Google や IBM などが主体となっています。で、この時ですね、暗号解読や量子化学で期待された量子位相推定アルゴリズムっていうのがあったんですけど、実はですね、2015年から開発された NISQ では、この量子位相推定アルゴリズムはちょっと長さが長すぎて、エラーがですね、蓄積してしまって計算ができないという弱点があったので、これにですね、類する形として同じような問題を解く VQE というアルゴリズムが開発されました。ただこれは暗号は解けません。で、次にですね、振幅増幅ですね。実はこれはですね、ハイブリッドアルゴリズムが見つかりませんでした。その代わりですね、銀行の金融向けに量子振幅推定と呼ばれですね、ちょっと形を変えた形で、このですね、量子コンピューターが使えるんじゃないかという機運が高まりまして、量子振幅推定というアルゴリズムが開発されました。これはですね、ハイブリッドではないので、このオレンジ色にはしてないんですけど、これは FTQC 向けのアルゴリズムとなっていて、まあ、昔からあるアルゴリズムをちょっと改造しています。これは後ほど説明させていただきます。そして次にですね、この量子アニーリングとですね、VQE をくっつける形で QAOA と呼ぶアルゴリズムが出てきます。これはですね、量子コンピューターの時間発展計算、そして VQE、そして量子アニーリングの3つをくっつけた形で QAOA が出てきます。
そして VQU から派生する形で量子機械学習が出てきて、この4種類がですね、2015年から2020年ぐらいまでの間で、まあ、主流の開発となっています。ただですね、2019年に Google が量子コンピューターを使ってですね、既存のですね、スパコンで1万年かかる問題を200ぐらい解くというような発表しました。それによってですね、まあ、思ったよりも量子コンピューター性能は良くないというような機運が高まりまして、やはりですね、リスクではダメだということで、FTQC 向けの量子コンピューターを作り直す必要があるという機運が高まり、各社2020年からですね、大幅にロードマップを変更して、量子コンピューターの開発競争は次のフェーズに入っております。で、それにですね、先駆けて、そのですね、VQE はですね、どうしてもハイブリッドアルゴリズムなんで、まあ、今後はどうなるかわからないんですけど、おそらくですけど、量子位相推定の方に戻ってくるものと思われます。なんで、量子位相推定、VQE、量子位相推定となると思われます。一方ですね、量子振幅増幅、量子振幅推定できたんですけど、これはですね、青い色にしてある通り、もともと FTQC アルゴリズムなんで、このまま FTQC に行きます。これはですね、既定路線で、ゴールドマン・サックスなども2025年以降ですね、量子金融ですね、で、有用なアルゴリズムは、この量子振幅推定を、推定、期待しているということを明言しております。で、この QAOA なんですけど、これもハイブリッド方式ですけど、これはですね、組み合わせ適応問題で時間発展計算の方に、まあ、戻っていくんじゃないかと思われますけど、もしかしたらこのまま QAOA のまま、ハイブリッドのままいくかもしれません。で、唯一ですね、ハイブリッドが残っているのが、この量子機械学習となっていて、量子機械学習はですね、VQE を改造して作ったんですが、まあ、2018年ぐらいから盛り上がり始めていて、まだ開発研究が終わってません。なので、2020年以降のですね、FTQC 向けのロードマップが発表された今でも、量子機械学習だけがハイブリッドが許されているという唯一のですね、分野となっております。このですね、ハードウェアですね、現在 IonQ やハネウェルがですね、ハネウェルは最近量子ボリューム1024というですね、世界最大のマシンをですね、発表してますし、IonQ はですね、今後出る次期マシンでは、量子ボリューム400万超えということをアナウンスしているので、こういったですね、4トラップ型の量子コンピューターが2020年以降ですね、業界を引っ張っているという状況があります。で、あとはですね、最近注目がされている光連続量計算ということで、プサイコンタイムはザナドゥのような光量子コンピューター向けのソフトウェアとあるんですけど、これはですね、全く計算原理が違うので、また説明させていただきたいと思います。で、まずですね、一番最初に説明するのが、この量子位相推定ですね。これは非常に大事です。なんでかというと、ここで暗号量子化計算などが解けるんじゃないかと言われてたんですけど、まあ、リスクでは使えないということが分かったので、暗号はですね、一回ここでお預けになったんですね。ただ、やはり FTQC に行くということで、暗号の議論がですね、もう一回再燃しております。なんで、暗号は量子コンピューターにとって最も重要なですね、キラーアプリケーションの一つになってますので、この量子位相推定が復活するということは、暗号解読がですね、また進むということになって、量子コンピューター業界にとっては非常に大きなですね、問題となります。量子位相推定はですね、ある行列を設定して固有値を求めます。 H プサイイコールエクスポネンシャル i シータのプサイということで、この H を自分で設定して、このシータというものですね、これをですね、探すためのアルゴリズムです。で、回路はですね、プラス状態、出力回路はプラス状態で準備をします。入力状態はですね、固有状態に近い量子状態をね、設定します。そして、この H のですね、ハミルトニアに対応した位相キックバック回路というのを設定して、位相を取り出す回路を最後ですね、量子フリー変換やサンプリングを通じて測定を行うというステップとなっております。まあ、詳しくはですね、最近はいろんな資料がありますので、勉強してみてください。次に VQE です。これは量子位相推定のですね、代わりに設定されました。 VQE はバリエーショナルクォータムアイゲンソルバー、偏分量子固有値ソルバーと呼ばれまして、行列を設定し、偏分原理から固有値を求めるハイブリッドアルゴリズムとなっています。 H プサイイコールラムダプサイというところは変わらないんですけど、ここのですね、エクスポネンシャル i シータのシータというですね、位相を求めるものではなくて、このですね、ラムダのですね、期待値を直接求めます。で、これはですね、量子偏分原理といわれるですね、ハミルトニアンの期待値をですね、求めるような、これはですね、期待値の計算において、この不等式が成り立ちますので、このラムダのですね、固有値を求めたいときに、こちらを計算するということをします。で、これはですね、最小値、最小化していくとラムダに近づくんで、こいつの期待値をですね、最適化問題を使ってどんどん小さくしていくということをします。で、量子位相推定との違いは、このですね、H のハミルトニアン H がですね、量子位相推定の場合には1回で計算してしまうんですけど、 VQ の場合はですね、個別の項をバラバラにして、項をですね、1個ずつ計算します。
で、そのハミルトニアの線形は、これですね、分解することによって、一個一個の計算が短いので、量子コンピューターの、ディスクでも計算できるというふうになっています。VQE はですね、回路の中にパラメータを埋め込むので、パラメトリック量子回路と呼ばれることがあります。で、こういったものですね、量子回路、短い量子回路をたくさんやって、普通のコンピューターに集計をして最適化をかける。このループを行うことによって、固有値をですね、求めていこうというのが VQE となっています。次に量子振幅増幅となります。量子振幅増幅は、もともとですね、グローバーのアルゴリズムと呼ばれるようなもので有名となっています。で、なぜですね、量子振幅増幅という名前にしているかというと、こちらですね、特定の解の振幅を増幅させる、特定の解の答えが出る確率に対応するところをですね、増幅させるという機能があります。で、グローバーのアルゴリズムっていうのもあるんですけど、この量子振幅増幅はグローバーのアルゴリズムを一般化したものです。実はですね、検索に使われるグローバーのアルゴリズムっていうのは、特定のですね、目的があります。それは、求めたい解を最大にするというような目的があります。で、こちらですね、量子振幅増幅は、マーキング回路 U の W、そして量子振幅増幅反転 US という2つのですね、操作からなります。で、もともとですね、この状態から、まずマーキングをして、振幅反転ということで、こういったですね、2段階で計算をするというんですけど、この2段階合わせて量子振幅増幅と呼びます。で、こちらですね、二乗加速ということで、先ほどの量子疎推定はですね、指数加速が期待されるんですけど、こちらは二乗加速が期待されております。で、次にですね、この量子振幅増幅から派生する量子振幅推定を見ていきたいと思います。量子振幅推定はですね、先ほどの量子振幅増幅を使って特定の振幅の値を取り出すということをします。量子振幅増幅と位相推定を組み合わせた感じとなっています。このですね、マーキング、振幅反転、この操作ですね、実はこの操作の US、UW、オベがですね、このユニタリ行列をですね、組み合わせた行列に対して固有値を持つということが分かってますので、この固有値をですね、求めるということをします。で、状態はですね、位相推定と一緒で、プラス状態の重ね状態を出力回路に準備し、設定された初期条件で、ψ を準備します。そしてですね、ここの US、UW に対応した位相菊場回路を準備して、位相推定と同じようにですね、位相を取り出して測定を行うという手順となっております。次に時間発展です。時間発展計算はですね、量子コンピューターで基本的な演算でして、時間発展演算子というものを使って量子状態変化させることができて、エクスポーネンシャルのマイナス IHU、デルタ T ですね。で、ここに問題設定をするんですけど、微小な時間をかけることによって、量子状態をですね、一定、量子状態を変化させることができます。このルールを使ってですね、量子アニリングと呼ばれるものをですね、量子ゲート上に実装したのが QAOA となります。で、この QAOA なんですけど、量子断熱計算とですね、量子アニリングとの組み合わせですね、断熱過程を利用してハミルトニアを入れ替えて固有値を求めるというものになっています。で、先ほどのですね、時間発展演算子のこの H のところに量子アニリングのですね、時間発展を入れるということで、これはですね、量子アニリングのような仕組みのように、ちょっとずつハミルトニアを変化させるんですけど、まあ、BM と違うのは、ゲートの場合はですね、デジタルワンステップずつ決まってますので、こういうふうにして離散的にですね、状態を分割しながら、ちょっとずつですね、この変化をさせていきます。なんで、こう縦で見るんですけど、この状態をここに入れて変化、一回変化する。この状態をここに入れて一回変化させる。ここの状態を入れて変化させる。ここ状態入れる。この状態入れる。この状態入れるっていうふうにして、ワンステップずつですね、縦の時間で区切って、ここにですね、随時入れてって、ちょっとずつ変化させると答えが求まると。まあ、こういった計算となっております。で、最後に量子機械学習ですね。量子機械学習は現状のですね、VQE とほとんど同じなんですけど、量子状態を最適化を使ってですね、学ばせるということを目的としています。で、VQE との違いはですね、VQE は量子変分原理を利用するんですけど、量子機械学習はですね、量子変分原理を利用せずに、損失関数などの、機械学習でですね、その最小化したい指標というのを使います。まあ、現在ですね、この回路の中に、パラメータを埋め込むパラメトリック量子回路っていうのが一般的で、回路にパラメータを入れて、このパラメータをですね、調整しながら、量子回路全体をですね、最適化していくというふうな使い方を行います。で、最後ですね、もう一個ですね、光連続量計算。こちらはですね、量子ビットの代わりに量子モードを利用して、空中を飛び回る光子を利用するというタイプになってまして、ツールが全く違うものとなっています。
で、こちらですね、ウィグナー関数ですとか、こういった分布を持つ関数を使って、そのですね、量子の状態をですね、プロットするんですけど、まあ、量子ビットタイプとはですね、全く違う原理となっていますので、こちらツールが全く異なるものとなっています。で、実際弊社でもですね、フォトンキャットというですね、光量子コンピューター向けのツールを開発しまして、こういったフォトンキャットを使うことによってですね、光量子コンピューターのプログラミングを自由にすることができますので、現在ですね、ザナズですとか、まあ、将来的に出るプサイコンタブというですね、光量子コンピューターの方をですね、勉強して使ってみたい方は、まあ、ぜひこの光連続量計算のフォトンキャットの方を使ってみてください。で、続いて世界のアプリです。で、これはですね、この勉強会の本題となるんですけど、これはですね、ボストンコンサルティンググループのすごいところはですね、このマーケットイン型のアプリケーション展望というのを出しています。で、量子コンピューター業界というのはですね、まあ、常に研究側のですね、視点が強いので、プロダクトアウトといって現状の量子コンピューターで何ができるかというところのですね、議論が多くなってしまうというのが現状です。一方でですね、産業界からの要請というのは、必ずしもプロダクトアウトは合致はしないというのがあって、現状ですね、このマーケットイン型のですね、アプリケーション展望でいうと、暗号ですとか、機械学習、特にですね、検索や広告最適化、そして最適化に関しては、流通のネットワークオプティマイゼーション、流通関連ですね、そしてシミュレーションに関しては、ファーマ、ドラッグディスカバリー、創薬ということで、実はですね、現状の量子コンピューターの性能を使ってできるであろうと予想されているアプリケーションの展望と、このですね、産業界で必要とされている市場規模の大きいですね、アプリケーションというのは全く違うものとなっています。で、現状のコンピュー、量子コンピューターで期待されているのは、例えばこのですね、ケミストリーですとか、このマーケットシミュレーションですとか、ちょっとですね、やはり市場規模はですね、ちょっと小さめとなっています。そうではなくて、市場規模の大きなところを取っていきたいんだけど、こういったですね、量子コンピューターはこういうところは期待されているというですね、マーケットイン型、マーケット側からの要望というので、ボストンコンサルティングループがレポートを作っています。で、マーケットイン型はですね、アプリケーション展望の具体的なこういうところあって、かなりですね、現状の量子コンピューターの研究側から提案されているアプリケーションとはかなり違うということがわかります。で、あとはですね、ユーザー企業と提供企業のですね、恩恵を受ける割合というのがあります。こちらですね、使う側のユーザー企業ですね、材料メーカーや自動車メーカーや、そういった IT 企業が使えます。こちらは提供企業、量子コンピューターを作ったり、量子コンピューターのサービスを提供している企業の恩恵です。で、これはですね、割合としては、全体市場規模として予想される93兆円の市場規模のうち、75兆円ぐらいがユーザー企業、その他はですね、普通の量子コンピューター企業というふうにして、予想がされております。で、例えば医療系などはですね、最近 IBM がですね、米国に初の民間の医療機関、クリーブランドクリニックというところに量子コンピューターを導入してまして、量子コンピューターをめぐる医療系のアプリケーションのような急速に発展をしております。ゲノム解析ですとか、プロテインホールディングや分子ドッキングと呼ばれるものです。マーケティング系ですね、こちらは検索システムやおすすめエンジンなんですけど、中国バイドですとか、米国のロスアラモス研究所がですね、使っているようなアルゴリズムが使えます。まあ、リコメンドシステムですとか、まあ、弊社の方ではメルマガ最適や広告自動再生、広告枠の最適化などですね、リクルートコミュニケーションズさんも行っております。まあ、金融系ですね。こちらは、まあ、量子コンピューターの利用としては非常にですね、融合されているんですけど、まあ、投資銀行やヘッジファンドが求めるモンテカルシミュレーションですとか、まあ、最近は取引最適や不正検知などがありまして、リスクオプション検査などは JP モルガンチェイス、そしてゴールドマンサックスなども行ってますし、国内ではですね、みずほ銀行さんや、MUFG の方も取り掛かっています。取引最適はですね、バークレイズなど、そしてポートフォリオの組み直し、リバランシングはコモンウェルスバンク、不正検知などは三井住友フィナンシャルグループさんなどが行っております。材料系ですね、こちらはですね、現在ですね、研究者の中では一番流行されているもので、量子化計算ですとか、量子機械学習ですとか、回帰分類問題ということで、材料系のですね、あとマテリアルインフォマティクスなど全般に使われるということがあります。物流生産系ですね。こちらもですね、最近は注目されているのが BMW になっていまして、 BMW は非常にサプライチェーンの最適化ということで、フォルクスワーゲンと並んで非常に量子コンピューターの利用っていうのを重要視しています。で、 BMW はハネイのイオントラップマシンを使った QA などを実行して、サプライチェーンのですね、最適化を行っていて、弊社でも工場最適や設計最適などを行っております。モビリティ系ですね。こちらはですね、交通最適計算ですね。こちらは自社で作ったようなアプリケーションですけど、こういったですね、交通渋滞を緩和するようなアプリケーションですとか、
最近は量子機械学習や AI 自動運転に使えるようなアプリケーションというのもちょっとずつ出始めているという状況です。あとはですね、大事なのは画像認識、自然言語処理、分類回帰問題、あらゆる業種に適用可能な分野の研究というのは開発も進んでおります。あとですね、こちらも産業からの要望なんですけど、量子流体計算ですね。こちら、Finding Flows of Navier-Stokes Fluid Through Quantum Computing というですね、Nature に発表された論文ですけど、金融計算に使われる量子振幅推定を利用することによって、数値積分及び、微分方程式を解くという方式があって、そのですね、手法を使うことによって、量子流体計算の提案がされております。あとですね、クラスタリング問題や線機回帰計算、マトリックスファクタライゼーションなどの検索や、リコメンドに使われるようなシステム。コンタム SVD ですね、特異値分解。こちらですね、中国のバイドゥリサーチから発表されていますけど、量子コンピューターを使った特異値分解。あとは強化学習。で、生成モデルですね。こちらも画像生成ですね。これはディファレンシャルブラーニングオブコンタムサーキットボルームマシンということで、こちらもですね、中国科学院から提案されています。あとはですね、こういったハードウェア特有のアルゴリズム、ホログラフィック VQE やホログラフィック、クワッツですね、ホロクワッツということで、ホログラフィックコンタムアルゴリズムフォーシミュレーション、シミュレーティングコリレーティッドスピンシステムということで、ハネルのですね、特殊機能を使った、非常にですね、優秀なシミュレーションというのも提案がされています。こんな感じですね、世界中ではですね、かなりアプリケーションは高度化しているというのが見て取れます。で、こういったアプリケーションをすべてですね、ハードウェアのロードマップに依存することがあります。こちらですね、またボストンコンサルティンググループのレポートなんですけども、このですね、2021年から2029年にわたって、ハードウェアがですね、どのようなですね、発展をですね、こういったソフトウェア側にですね、提案するということで、2021年はですね、ハネウェル。2023年は IBM の線量シビットマシン、もしくは I4Q のですね、スモール量子コンピューターですね、小さい量子コンピューター。2025年にはですね、プサイコンタムが最近500億円調達しましたけど、産業用のですね、100万量子ビットマシン。そして2029年には、Google が主張する、超伝導における100万量子ビットマシン。こんな感じですね、量子ビットを増やしていくというようなロードマップが、2021年から2029年まで引かれるということが増えてきました。IPM のですね、今後のロードマップは、2019年にファルコン、2020年にハミングバード、2021年のイーグルの127を皮切りに、2023年までにコンドルの1121量子ビットというのを提案をしています。またですね、I4Q のイオントラップは2024年まではですね、35量子ビット。2025年からですね、エラーコレクション、誤り訂正をした64量子ビット。で、このオーバーヘッドは16対1となっています。2026年は256、2027年からはですね、これ32対1のオーバーヘッドでの384量子ビット。2028年には1024量子ビットの誤り訂正された量子ビットが提案されております。ハネウェルはですね、ビット数にしては言及はしてませんけど、モデル H1 は2020年からは、こういったリニアトラップ。モデル H2 はサーキットレーストラックタイプ。モデル3からはジャンクション二次元トラップということで、これをですね、大きくしていくということで、ポートトレアントコンタムコンピューティングの2030年までですね、ロードマップを発表しております。で、こんな感じですね。現在ですね、正直ハードウェアの方が盛り上がっています。投資額を見てみても、ハードウェアの投資額の方が圧倒的に大きいです。一方ですね、ソフトウェアの適用範囲は、そういったマーケットイン、プロダクトアウトということで、産業側の要請があるので、量子流体計算や医療系ですとか、いろんなですね、適用範囲が広がっています。あとですね、プロダクトアウト型、量子化計算、組み合わせ最適化問題、量子機械学習ですね、量子コンピューターが2021年現在にできるものと、そういった産業界側からですね、要望されているですね、アプリケーションは合致していません。なので、このあたりがですね、大きなビジネスとなります。あとですね、しばらくはハードウェアロードマップに依存するということで、誤り訂正とですね、非常にですね、時間がかかる技術ですので、そういった誤り訂正を実現するということのロードマップに乗っかるというのが非常に大事となっています。またですね、国内の事情としては、まず一つ、海外との競争が激化してますので、国をまたいで連携が加速しています。次、ビジネスとしてはですね、国内マーケットだけでは、今現状は量子コンピューターの開発ですね、コストに対しては足りませんので、海外展開というのが非常に大事となっています。
あとはですね、既存計算機との活用も重要になってきますので、この連携も大事なので、このあたりはですね、国内に、日本国内で、注意すべきですね、トピックということで、ますますですね、全世界の量子コンピューターの競争が激しくなってきますんで、こういったところも念頭にですね、量子コンピューターを捉えていただければと思います。では、今回は以上となります。ありがとうございました。